はい、おはようございます。三里オーストリッチファームのともちゃんとポニーさんです。はい、久しぶりに朝の見回りを撮っていきたいと思います。はい、いい天気ですね。青空。よし、行きましょう。さあ、いい天気。小松菜ないの？最近キャンちゃんずっとここにいますよね。そう、朝ここでなんかずっとやってるね。ここにいればもらえる。賢い。鈴葉さんもいる。美しいですね。あ、卵が。はい。なんかすごい集まってる。そう、こうやって毎日戻してます。戻しています。どこから行きますか？ダチョウのすけくんはご飯中。みんなおはよう。おお。シルバーさんが取ってくれてた卵。はい。決してこんなところに産卵してるわけではございません。産卵が産卵。16。今何か言った？産卵が産卵って言った。産卵。それはちょっとおかしい。卵が産卵。おはよう、みんな。今、三里オーストリッチファームには親は 何羽いるんですか？親は63羽います。おメスの方が多い。おメス2羽に対してオス1羽が多いから。そうそうそう。あ、あった。あとはメスの楽園もありますし。そう、メスの楽園のメスは何？親に含んでるの？親に含んでるよ。33。卵産んでくれてるし。うんうん。あ、じゃあそのうちはね、エミューも親に入る。エミューはちょっと鳥の種類が違うんで、別個。エミューとして数えてる。そのうち増えるかもしれない。増えちゃったらなんかまた、増えるのが別になりそうです。はい。そしてひなです。ひなです。ちょっとでかい若鳥。みんなもう若鳥ってサイズだよね。ここにはついこの間までひな舎で飼っていたひながいます。うんうん。春分の日は過ぎたけど。過ぎたけれども。おはよう、ダチョウ。おはよう、ダチョウ。みんなダチョウだけど。エミューちゃん、おととい卵産んでたので、今日はないとは思うんですが。おはよう。おはよう。エムくん。あら。どうした？見て見て。こんなものが。マジ？ねえ。まだそんな冷たいの？ねえ。お水飲めなかったね。あ、でも、ね、薄い。薄い。いつもより薄いけど。薄いけど、エミューじゃ多分割れない。貼るんだ、これまだ。ねえ。で、びっくりしました。大丈夫でしたか？飲めなかったんだよ。貼った氷、きれいに残しがち。そこまできれいに残っていると。残したくなる。あ、でもエミューが好きかな。あげてみようか。透明なピザだよ。見ました。お、ミューちゃんが言った。ちょっと戸惑ってる。おー、いい
ですね。いい音だね。よいしょ。遊んでやるぜ。皆さん、これが、ウミです。はい。ちょうど次に、大きいとされる鳥です。そう見ると、やっぱり背が高いね。クンって伸びると、そうね。また背が高い。タッチー。控えめにつついてる。かわいい。なんで後ろを撮るの？かわいいね。後ろを撮るのがかわいいよね。結構いいね、いいよ、いいよ、それ。よし。水やりが終わりました。はい。さて、お次は、はい、最近また卵があったとされる。はいはいはい。卵2号。そう、あったらしいね。2個目。2個目。素晴らしい。おはようございます。ここは 3D ですから。ここはダチョウの 3D 体験ができます。あ、来た来た来た。飛び出すダチョウ。3D 担当の。おにぎりくん。おにぎりくんだね。おはよう、おにぎりくん。おはよう、おはよう。あれ？カメラを警戒してらっしゃる。いつもみたいにグイグイ来ないです。来ない。見慣れないこの四角い。そう。今日も卵はなさげ。なさげですね。スプラおはよう。はい、お出迎えダンス。おはようダンス。若いオスでスプラと言います。ハグリッドの息子です。ありがとね。行っちゃうの？行かないで、また行かないでダンス。また踊るのかい？心配ですね。心配。脳震盪が。さて、ここはメスの楽園。おはようみんな。今日は卵はないね。この子たちも最近フラッタリングがすごいんだよね。フラッタリングの質問来てましたけど、繁殖期にメスのダチョウがやるのはこの動きです。そう、オスがさっきのダンス。そう。パタパタ、パクパク。おはよう、おはよう。頭を下げてパクパクしつつ、羽をカタカタカタって。この奇妙な動き。奇妙かわいい。見慣れるとかわいいですけど。最初はね。見慣れないと多分ね、変な動きに見える。はい。じゃあ、これで。はい、朝の見回りおしまいでした。はい。